日本北海道札幌雪季最近登场，台湾共襄盛举，推出大型主题冰雕台湾玉山与高雄车站，和观众见面，希望促进日本民众来台旅游。就像今天雪季，大家这么多观众来欣赏我们的玉山跟高雄车站一样，希望他们也能够到台湾去体验深度体验，了解我们台湾，让双方的友好关系更上一层楼。这座以台湾为意象的巨型冰雕，高10公尺，宽18公尺，以800块大冰块，动员250人雕制而成，是本届雪季中唯一的大冰雕。台湾の素晴らしい景色と、そして駅のですね、大きな氷の像ができました。非常にこれを機会に、多くの人に台湾の良さを知っていただいて、台湾に行く人が増えるといいなと、こういうふうに思ってます。本当に皆さんありがとうございます。除了台湾的冰雕，会场上还有大大小小的雪雕冰雕约200座，周边也有市集卖热食和纪念品，让参观民众有吃有玩，收获满载。